はるみさん、こんにちは。あかんです。ということで、僕、普段ですね、ダブルスあんましないんですけども、この東西戦っていうのでね、どうしても勝ちたくてですね、普段あんまりしないダブルスっていうのをしたわけなんですよ。で、今回使っていく編成がですね、僕はルーシーを使って、仲間の方にはですね、ソフィーを使ってもらったっていう感じですね。まあ、この編成のいいところは、ソフィーで防御を固めつつですね、ルーシェで攻めていけるっていう点とですね、勝てる相手には速攻で勝てるし、負ける相手には速攻で負けるっていうことで、回転率重視の編成なんですよ。なので、まあ、ポイントとか集めるにはすごいね、いい編成やったなと思います。でもちろんダブルスなんでね、赤ラケを持たして、まあ、SS 増加量プラス 32% で、まあ、シューズはね、まあ、普通にスインゲリア広げようかなっていう感じでこの靴にしてるっていうような感じです。ということで、まあ、今回ねダブルス久しぶりにねやってきたって、その動画見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけでやっていきましょう。もうね、この試合を始める前にちょっと2連続で噛んでしまって、ちょっと泣いてしまったんですけども、まあちょっと寝起きなんでね、ちょっとあまり喋れないという感じではあるんですけども、まあ多分ね、試合を見てるうちに多分喋れるようになってくると思うので、そこら辺は了承していただけたらなと思います。というか、もう俺さっきご飯食ったからもう寝起きではないんやけども、まあ30分前かな、目覚めたんは。まあとりあえずね、ダブルスをしていったわけなんですけども、ソフィーってね、初めからこう陣が2つあるんですよ。まあ奥の方にはないからこうやって抜けてしまう時もあるんですけども、一応前の方にはあるので、ボレーがまあたまに引っかかったりとか、まあ引っかからないこともよくあるんですけど、まあ引っかかったりだとか、あとドロップとかももちろんねかかるので、まあそういう点でまあ若干ね防御力はあるっていうような感じにはなっております。そんで僕はね、ルーシー使ってるんですけど、頑張って今ウサギ捕まえようと頑張ってます。いいですね。で、ウサギの取り方分からへんよっていう人ね、前に、ウェイン産業会場さんがね、結構分かりやすい動画出してたんで、そちら見ていただけたらなと思います。下の概要欄、覚えてた貼ってるんですけど、多分覚えてないんで、こんな上話で話したこと多分覚えてないんで、自力で探していただけたらなと思います。ウサギの取り方、ウェイン産業会長で調べたら出てくると思うんですけど、その前にめちゃめちゃアウトしますね。なんで？勝負1回目アウトしたらまあ、たまたまやんだけど、2回目はちょっと狙った。正直で。ちょっとスライスでちょっと抜けて、なんかスワー行く、ちょっと面白くてさ、ちょっとやってもうた。ほんでこれまたやろうとしたけど、ちょっとさすがに無理やったっていう感じ。そうそう。ほんでまあここから SS をカーブ、SS? ちょっと名前忘れたんやけど、カーブローブ SS やったから、高速カーブローブかな。うん、そんな感じで、この SS の時は結構、シングルスは結構ね、決まりやすいんですけど、ダブルスはね、そこまで高くはないかなって感じですね。やっぱり、こういう感じですごい視野が広がるっていう点と、まああとは、そうですね、普通に2人おるから、守れる範囲が広いからさ、あんまり決まらへんけど、まあ決まる時も全然あるし、スペシャルもまあ普通に決まるしっていう感じで。で、あと、ルーシェのまあ攻撃要素としては、ヒエンロブをボレーエリアから打つっていうのも結構な得点力になるんじゃないかなと思います。まあボレーやったら普通にね、左から右にシュッていったらそのままファーっていくじゃないですか。でもヒエンロブやったら左に打った場合、まあ左手で、左側で、左に打った場合であれば、一回右に行って左にシュシュってめっちゃ曲がるんですよ。ボレーエリアでもう、すごいね、変化する球になるので、まあ、これに翻弄されて決まってしまうやとか、ま、いろいろあるので、割と攻撃力は高い方なんじゃないかなと思います。で、まあ、ソフィーの陣のいいところは、この真ん中の球がね、ちゃんと補給してくれるっていうところですね。まあ、制約セリアもね、同じような能力なんですけど、制約セリアすごいよね、あれ。初めから4つあってさ、ほんでこれ、真ん中に打ったらさ、わお、相手レシーブする人間違えてるやん。ダブルスでよく見る同時打ちで赤だけを2人とも自動蓄積始めからするっていう作戦、相手失敗しましたね。珍しいですね。こんな人見たことない。まあ俺、あんまダブルス戦から見たことないかもしれんけど、だいぶ珍しいね。ちょっと話戻るんやけども、聖夜エクセリアおるやんか。あれって陣4つ出るやん。ほんで真ん中に球が飛んできた場合って、前でも後ろでもキャッチできるよ。だから、2回同じ着弾点をキャッチできるっていう点でめちゃめちゃいいんですね。これダブルスね、俺あんまり上手くはないんですけど、結構ね、これ前衛できた気になってすごい楽しかったですね、これ。なんか、右左行ってなんか結構、揺さぶってさ、ほんでなんか決まってすごい嬉しかった覚えがあります。まあ、東西戦の頃の記憶なんでね、まあ、これ最終日か最終日から1日前みたいな感じの日やとは思うんですけども、間に合うよ、俺、オッケー。まあ、あんま覚えてないんやけど、やっぱ試合もアウトしたんかなと思った。面白かったですよ。面白かった。嬉しかったんかな、多分。ね、ここでちょっと SS を打っていきたかったけど、前から打ってしまったら余裕で取られてしまったよね。ほんで、あ、いいですね。ドロップ決まりました。
まあ、あえてね、トレジャーオスクルとラインズマンシャルロット使ってるんですけど、シングルスではめちゃめちゃ強い二人なんですけど、この二人ってダブルスで強いんですか？ちょっと全然わかんないんですけど、なんかダブルスのイメージはなんかない。まあ、ダブルス俺がいかんだけかもせえへんねんけど、なんかダブルスといえばさ、わー、抜けてもうた。まあ、まあ、こういうオンザラインとか抜けるのそこは注意して戦わなあかんからっていう感じでしたね。まあちょっと話戻るんやけど、あのダブルスってさ、なんかダブルスのスキル持ってるキャラとかが活躍してるってイメージ。だから牽制リーランとか、まあハードコートの話は今してないんやけど、まあ牽制リーランとか、あとは何がおったかな、アナゼウツロウツロアナゼ、どっちで言うかわからへんね。そんなんとか闇樹だとかね。ちょっとハードコートのなんか組み合わせ知らんな。知らんねんけど、まああるやろきっと。知らんけど、ちょっとあの知ってる方はよかったら教えてください。ほんでちょっと前にですかね、ダブルスをね、なんか何基礎知識みたいな動画出してほしいみたいなこと言われたんやけども、俺ダブルス普段せんからね、全然わからんのよね。ほんでまあ見ての通りそこまで上手くないわけですよ。でまあダブルス上手い人にね聞こうとは思ってるんですけども、ちょっとね聞くの忘れてますね。一応なんかいいみたいな、そんな教えてって言ってんけど、その後後でってか何、正月明けたらまあ教えるわみたいな感じで今話が終わってる感じですよ。また話しかけないと多分ね、そういう機会は設けられないかなと思うんですけども、まあ頑張ってね、やっていこうかなと思います。はい。まあでも正味ね、僕のあのチャンネル登録してくれてる方って多分シングルスメインの人が多いかなと思うんですよ。あんまダブルスしないっていう意見の人結構コメントで見たりもするし、まあシングルス、なんなら白手にしてないけど俺の動画見てるっていう人もいるしな、あれはちょっとよくわからんのやけど。あとはなんか2年ぶりにやってみたくなったっていうコメントを見たことあるな。まあそんな感じで結構ね、いろんな人が見てるわけなんですけど、非常にね、皆さんありがとうございます。あれ俺負けたん？うん、まあ2戦目は負けたんですけども、まあね、2戦目の人はね、初め赤ラケを失敗したからね、こうやって接戦できたから、ちょっと何点差か忘れたんやけども、まあとりあえず、まあ2戦目は負けました。俺は3戦目なんですけど、3戦目はリヴァイとルチアがおるっていう感じです。1戦目もルチアおってる。なんかルチアってダブルスですごい強い、なんかダブルスの方がさ簡単な気がするんやけど、シングルスではさもうほとんど見なくなってしまったんやけどさ、もうYouTube の人でね、いろんな人が対策動画みたいな出したがためにね、みんなウサギを取れるようになってしまったんで、でもダブルスの方が取るん簡単じゃない？だって片方がさ、打ってさ、片方は、あれしたらいいわけや。もう取る役目に徹したらいいわけや。こっちの方が簡単そうな気がするんやけど、ウサギに片方が気を取られてる分、一人この広いコートを守らなあかんから強いとかそういうことなんかな。ちょっとそれはちょっとあんま分からへんねんけど、ぜひともわかる方教えていただけたらなと思います。はい。ソフィー集中攻撃されてるんで、こんな感じでボレーも取れるっていうね。これは結構いい点ではありましたね。ただ今、SS と見せかけてスマッシュ打ったけど、これね、ダブルスやと2人もおるんで取られてしまった。シングルスやったら決まったりすることもたまにあるんやけども、まあ今回は無理やったっていう感じですね。ナイトめっちゃソフィーに打ってくんな。よいしょ。めっちゃ本に当たってるけど。ギミック接触50回復とかついてないのに本にわざわざ当たるやつ。ほんでね、このルーシェの SS じゃないわ、スペシャルってね、こういう星花火なんですけど、リヴァイがね、立体機動失敗する可能性が非常に高いんですよ。まあ一応ね、取り方みたいなのがあるらしいんですけども、灯油廃翼っていう人がね、多分動画出してたと思うので、そちら見ていただけたらなと思います。覚えてたら概要欄貼っとくんですけども、ちょっと忘れてる可能性も非常に高いと思いますので、まあ自分で調べていただけたらなと思います。なんて調べて出てくるんかな、ちょっとわからへんな。立体軌道、リヴァイ、灯油廃翼。わからん。あ、ちゃうわ。YouTube の名前はそこまで長くなかったから、灯油だけやったから、廃翼だけやったから、ちょっとごめん、忘れてもうたんやけど、まあ、とりあえず、その人が出してるから、それで、まあ、やり方をね、見ていただけたらなと思います。で、まあ、その動画の初めにね、俺のコメントみたいな画面に表示されてると思うんだけど、あれ偽物なんで、そこだけ注意していただけたらなと思います。何やったっけな、なんか、はよー、星花火の撮り方の動画、あげろや、みたいなね、コメントを拾ってですね、それで動画作ったみたいなことを言ったんですけど、僕じゃないのであれ僕じゃない誰かがコメントして、あ、てかほんまにアイコンも俺と同じやつでねやってるんでね、確信犯やとは思うんですけども、僕基本的にそんなね、外ってか他の人の配信者の、まあ、動画にコメントしたりやとか、あとは、まあ、ライブ配信でコメントしたりとかもほとんどしないので、もう森尾さんのね、ライブ配信とかね、よく僕の偽物が出没するらしいんですけど、僕、ほんまにね、全くしないので、まあ、するときもあるかもしれへんねんけど、今のところはね、ないので、
まあ、これからもするつもりは今のところはないので、あのそこだけね分かっていただけたらなと思います。まあ、結構動画の最後の方にはなってるんでね、多分ここに見てる方は少ないかなとは思うんですけども、まあ、とりあえずねスペシャルが強いということに変わりはないですよね。まあでも一応撮る方法あるらしいから、まあそれでね特訓していただけたらなと思います。ただその方法知らない方もおるので、このスペシャルがまだ効いてるっていうような感じです。はい、そういう感じで、まあもうすぐ試合が終わるのでね、もうすぐ皆さんとねバイバイして、僕はあのお風呂に入ってからですね学校に行きたいなと思います。ということで、まあ皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。